見事しのぶ優勝したのは3連覇となりました浜松市北部チームです。おめでとうございます。3連覇やったぞ。 おめでとうございますおめでとうございます。それでは元実業団ランナー萩原恵美さんからインタビューお願いします。はい、まずは2区の杉森優真選手です。初出場でのチーム優勝となりましたが、今のお気持ちいかがですか？そうですね、初出場で2区ということで不安な気持ちや緊張がありましたが、自分らしい走りができたと思います。お疲れ様でした。続いて3区の朝原奈々選手です。3人抜きということで、前の選手を抜いた瞬間どんなお気持ちでしたか？今年も優勝したかったし、少しでもチームに貢献したかったので、抜かした時は安心もしたし、自分の走りができたかなと思いました。お疲れ様です。さらに5区の野中博道選手です。しのぶ区間賞ということで、一度はトップに躍り出ましたが、トップに立った瞬間どんな気持ちで走っていましたか？はい、昨年自分が区間2位で悔しい思いをしたので、そのリベンジができたので良かったなっていうのと、チームの目標として自分のところで首位に立つっていうのが、役割だったので、役割を全うできて良かったと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。そしてアンカーは杉穂浩太選手です。たすきを受け取った瞬間はすぐ後ろに南部チームが追ってくる展開でしたが、焦りやプレッシャーなどなかったんでしょうか？いや、すごい緊張したんですけど、浜松市北部の代表として、チームのみんながいい位置でたすき運んでくれたので、しっかり3連覇するって気持ちで走りました。優勝の瞬間どういったお気持ちでしたか？いや、やっぱりゴールテープ切るっていう経験はなかなかできないので、本当にチームのみんなに感謝しながら、嬉しくゴールしました。優勝は浜松市北部チームでした。おめでとうございます。